皆さんこんにちは。こんにちは。いつもマップカメラ YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、では今回紹介する、はい、こちらです。ついに出ましたね。はい、はい、タムロン 90mmF2.8DI3 マクロでございます。はい、もうタムロンの 90mm といったら、はい、そうですね、タムキューという愛称で知られている、非常にもう長年愛され続けているレンズですね。今回登場しましたこちらのタムロン 90mmF2.8 マクロなんですけれども、マウントが E マウント用とニコンの Z マウント用が登場しております。2種類ですね。はい、で今回紹介させていただくこちらのレンズのマウントに関してはニコン Z マウント用をご紹介させていただきます。はい、あの外観はもちろんなんですけれども、まあ、皆さん気になっているであろう描写力っていうところを見ていくんですけれども、うん、はいはい、せっかくなのでニコン純正のニッコール Z マイクロ 105mmF2.8S、 そちらとも描写の比較をしておりますので、あのぜひ最後までご覧ください。はい、ご覧ください。では早速、外観の方から紹介させていただければと思うんですけれども、はい、まずですね、大きさがですね、まあ、私のだいたい手のひらに乗る際ちょうどサイズぐらいかなっていう大きさになってます ね、 そうですね、はいはい、で重量が Z マウントは 640g になっております。フィルター径に関しましてはやはり多分こだわりがありますので、はい、67mm 径、あ、もうそれは変わらずなところですね。そうですね、はい、ボタン類に関しましてはこちらですね、フォーカスセットボタンとフォーカスリミッタースイッチ、こちらの2つがついております。はいはい、でフォーカスリミッタースイッチに関しましてはあの3段階に調整することができますので、まあ、状況に応じて切り替えていただければというところでございます。やはりタムロンですので、はい、タムロンレンズユーティリティですね。そちら、そこですね、はいはい、そちらを使用するための USB、Type-C のものがここに配置されています、はい、そして今回ですね、あのフードなんですけれども、はい、こちらですね、この丸型フードになっているんですけれども、はい、こちらに窓がフィルター窓になっていますね、はい、実際つけるとこんな感じになるんですけれども、新型の丸型フードが採用されています。そしてですね、デザインの方なんですけれど、うん、タムロンのちょっとしたこだわりがございます。はい、ちょっとしたこだわり、はい、ここの部分なんですけれども、はい、タムロンのロゴの下に製品名が記載されるっていうイメージがあるかと思うんですけど、うんうん、一般的なその製品ですね、はい、製品名の配信、うんうん、他のレンズとかですね、はいはい、ここなぜ開いているかっていうことなんですが、はい、一つ前の世代の F マウント用、 F マウント用、はい、そちらのレンズに関してはここに距離計窓がついていたんですね。距離計窓があったところを避けて横に製品名を書いている。なるほど、はい、デザインのこだわりですね。そうですね、まあ、ここもやはり歴史あるタムキューに対してのタムロンのですね、うん、深いこだわりを感じるデザインかなと思います。うんうん、なるほど。で今回あの使わせていただいて、はい、もちろん撮ってきたんですけれど、うん、私個人としても非常にお勧めしたい推しポイントがございます。はい、どこでしょうか。こちらのピントリングです。ピントリング、はい、実際に使ってみてこのこだわりのトルク感、最高に良かったです。はい、先ほど純正のニコール Z マイクロ 105mm とですね、はい、描写を比較してきましたということで、うん、まあ、もちろんそちらのレンズも使ってきたんですけれど、ちょっとご用意させていただきます。はい、こちらですね、純正のものをご用意させていただきました。先ほどのピントリングのところなんですけれども、ちょっと純正の方は少しだけ重さを感じるものになっています。うんうんうん、今回ですね Z6II、そちらを使用して撮影してきたんですけれども、はい、そのピントリングの操作のところで大きな違いっていうところが私は感じました。はいはい、では実際に装着させていただいたんですけれども、こういった少しピントリングのトルクが重いものになると指2本を使って操作する、はい、最短撮影で撮ろうとすると持ってるだけでも結構ブレるんですけれど、このようにピントリングを操作すると余計にブレてしまう、確かにと思うんですけれど、うんうんうん、こちらのトルク感がちょうどいいので指1本で操作ができます。あ、もう指のこの1本の動かし方だけで微調整できるってことですね。はい、なのでこうしっかりとホールドして指1本でピントリングを微調整ができると、ギュッと動かしすぎるようなトルク感でも全然ないので、はい、本当にピントの調整がしやすかったです。なるほどですね。ここ本当にマクロレンズとして非常におすすめのポイントです。ポイントですね、このレンズの。はい、こちらのタムロン 90mm マクロですね、その描写力を見ていきたいと思います。あ、楽しみですね。はい、あのマクロレンズなので、もちろんそのマクロレンズらしい写真っていうのは最短撮影距離でやったり、撮ってきたんですけれども、はい、やはり 90mm という焦点距離ですとポートレートで使いたいなっていう方もいらっしゃると思います。はい、なのでそのポートレートの撮影もしてきましたので、まずそのポートレート写真から見ていければなと思います。はい、
はい、では早速お写真の方を見ていきましょう。はい、いつも出ているスタッフですね。そうですね、スタッフにモデルになっていただいて、はい、ポートレート撮影してまいりました。はい、何でしょう、色の出方がやっぱり深いって言ったらいいんでしょうかね。うん、そうですね、うん、昔からですね、このタムロンのレンズっていうのはコントラストが高くて、まあ、発色がいいって呼ばれているものが多かったんですけれども、やっぱりその流れ、タム級の流れを引き継いでるなって今見て思いました。ピントもしっかり、オートフォーカスで撮影したんですけれども、はい、ピントもしっかりと、バッチリ来てますね。バッチリ来てますので、はい、オートフォーカス今回かなり早かったですね。あ、本当ですか。はい、もうストレスなくピントが合わせできるっていうことですね。そうですね、はい、では続いてなんですけれども、はい、かなり抜けのいいところがあったので、うんうん、そこで撮影させていただきました。やっぱり 2.8 の絞り値だと、もう人物全体にピントが合ってるので安心して使えるレンズだなっていうような印象を受けました。そうですね、この後ろのボケ感っていうのがとても綺麗で、結構気に入っている写真です。はい、うんうん、では3枚目になるんですけれども、ちょっと顔によって撮らせていただいた1枚になります。はい、ボケ感も綺麗ですね。はい、そうですね、うん、今回なんですけれども、タムロン初の12枚までの絞り針になっていますので。あ、なるほど、より円形に近づいてるってことですかね。そうです、後継色、周りの部分ですね、まあ、どうしてもレモン型になっていたりっていうところはあるんですけれども、うんうん、中央に寄っていただくと非常に円形を綺麗な玉ボケができているかと思います。うん、ちなみにこちら開放でも F 値の表記は3っていうことですね。あ、そうです、はい、実際に EXIF 情報をですね、うんうん、記載させていただいているんですけれども、はい、3という表記になっているんですが、うん、実際に撮影している F 値に関しては 2.8 です。これがニコン使いなら、ね、お分かりかと思うんですけれども、はい、実行 F 値のところですよね。はい、はい、まあ、ニコンならではなんですが、マクロレンズを使用していただくと、ニコンの機種に関しては実行 F 値での EXIF 表示になります。ただ F3 になっている方だといって、その描写の部分に影響しているわけでは決してないので、そこはご安心ください。そうですね、レンズ自体は開放ですね。はい、では先ほどポートレートの写真を見ていただいたんですけれども、はい、次はマクロレンズらしい写真を見ていただければと思います。はい、あ、美味しそうなパスタですね。はい、そうですね、はい、まあ、せっかくなのでマクロレンズということでテーブルホールということでパスタを撮影してみました。うんうん、はい、ここでやっぱりマクロだなと思えるのは、90ミリという焦点距離なのに椅子に座ったまま撮影ができるという、うん、あ、確かにそうですよね。はい、そしてこのボケ感がさすがタムロンだなと思います。そうですね、昔からやっぱりこのタム級はですね、このボケ感の滑らかさっていうのも売りの一つでした。よくですね、バターを溶かしたような、うん、はい、伸ばしたようなボケ感っていうような濃厚なボケ味、ボケ味っていうのを楽しめるレンズかなと思います。はい、では続いてまた同じようにテーブルフォトで撮影させたんですけど、美味しそうですね、こちらも、はい、こちらも非常に美味しそうに撮れたかなと思います。はい、このパウンドケーキのしっとり感が写真で非常に伝わってくるんじゃないかなと。確かにそうですね、はい、思いますね。質感描写も優れてますね。はい、でこのブルーベリーソースのこの照りといいますかね、そうですね、はい、であったりクリームのこのちょっとしたプツプツとした穴、うんうん、そこまで細かくやはり描写してくれている、まあ、もちろんマクロレンズ近くで撮っているというのはあるにしても、うんうん、描写力っていうところも非常に高いなと感じました。そうですね、何でしょう、この質感をかき分ける描写力と、うん、あと立体感、あとボケ味、はい、その全部のバランスがすごく綺麗にまとまっているレンズだなっていうような印象ですね。はい、では続いてですね、まあ、せっかくなので水滴をですね、はい、撮ってまいりました。はい、この水滴の描写すごく綺麗だなと思いますね。しっかりピンときてますね。ちょっと後ろのですね、ボケているこちらの水滴に反し、はい、光が反射してるんですけれども、うんうんうん、このボケ感も非常に綺麗だなと個人的に思いますね。綺麗ですね。いや、これはマクロレンズの醍醐味かなと。はい、こちら次に花を全撮影してもらいました。はい、この写真を撮ってこれぞマクロの世界だなと感じました。お、どういったところまでしょうか。撮影して気づいた点、こちらです。あ、虫がいるんですね。はい、虫がいまして、こちら本当に狙ってなかったんですよ。うんうんうん、これはオートフォーカスで撮ったんですけれども、はい、ピントが大丈夫かなと思って確認してみたらここにちょうどいて、これは感動しましたね。確かにマクロレンズって目で見てる以上に映るっていうところがありますよね。はい、ではちょうど季節だったので、はい、白い彼岸花を撮影してまいりました。時期ですね、綺麗ですね。はい、
こちらに関しては F2.8 の開放で撮影してまして、はい、まあ、後ろのこう玉ぼけの感じ見ていただければ非常に丸い綺麗なボケ感ですね、はい、ボケ感が出てるかなと思うんですけれど、はい、ちょっと絞って F8 で撮影してみました、うんうん、おお、はい、なるほど。変に硬い印象がないですね。そうですね、うん、全体的にやはり柔らかい感じはしますね。そうですね、すごいナチュラルなボケ方を維持したまま F8 の被写界深度っていうとこですね。そして寄るとやっぱり F8 の何でしょう、その映っている解像感といいますか、映っている範囲の広さっていうのがよくわかりますね。では続いては描写の比較をしてまいりたいと思います、はいはい、冒頭でも申し上げた通りニコン純正のこちらですね、はい、ニッコール Z マイクロ 105mmF2.8S、 こちらと描写の比較をしていきたいと思います、はい、気になっている方も多い2本ではないでしょうか、はい、まあ、焦点距離は 105mm と 90mm で結構違うところはあるんですけれども、はい、やはりマクロ同士というところで気になっている方、おっしゃられた通りいらっしゃるかと思いますので、うんうん、まあ、早速見ていきたいと思います。はい、見ていきましょう。でははじめに玉ぼけの感じの、違いをですね見ていきたいと思います、はい、こちらが、タムロン 90mm の方ですね、うんうん、スタッフモデルになっていただいているんですけれど、はい、後ろに見えます玉ぼけの方ですね、はい、中央の方かなり、深淵に近い形になります、ね、そうですね、綺麗な円ですね。で続いてニコンの 105mm を見ていただければと思います、はい、思ったよりも 105mm の方もレモン型になるなっていう印象と、あと何でしょう、玉ぼけの形若干角があるようにも見えますね。そうですね、タムロンの 90mm に比べると、はいはい、こう絞り針の形といいますか、うんうん、そういったものが出てるのかなと思います、ね、そうですね、はいはい、続いては繊細なその描写力っていうのを見ていければなということで、はい、まずタムロン 90mm こちらなんですけれど、絵の具と下には画用紙、あ、なるほど、はい、寄っていくと、おお、繊維の一つ一つがはっきりと見えるかなというところですね、うんうんうん、ここまで映ってしまうんですね、はい、で続いてが純正の 105mm なんですけど、はい、こっちもさすがだなっていう印象ですね。ただ私が比較してみた時なんですけれど、うん、やはりニコンの S ラインといえば、はい、非常に高い解像力っていう印象があるので、うんうん、ここはさすがに少し差が出るんじゃないかなと思ったんですけど、はい、いや 90mm マクロこれは非常にすごいんじゃないかなと。肉薄してますよね、はい、ここまでの描写力っていうのはもう本当にかなり驚きました、ね、うんうんうん、どちらもすごいけれどもっていうところですよね、はい、なかなか高度付け課題かなというレンズになっているかと思います。では今回のタムロンの 90mm なんですけれども、はい、実際に使ってみてどういう感想を受けました？もう正直端的に申し上げると、はい、かなりいいです。かなりいい、はい、まあそうですよね、はい、もう何度も申し上げるんですけれども、うん、マクロにおいて大事なピントのトルク感、もうこのトルク感のおかげで非常に集中して撮影することができました、はい、焦点距離 90mm ということでポートレートを撮影したり、マクロレンズでマクロらしい写真も撮ったりしたんですけれども、はい、いろんな描写をすることができるレンズだなっていうのが本当に感じるレンズですね、はい、これは正直購入を検討したいなという本当に一本ですね、はい、ぜひともスタッフの中でもねかなり欲しくなってしまうタイプなので、はい、ぜひとも今回のレンズもっていうところですね、はい、じゃあちょっと私も今回撮ってはいないんですけども写真を見させていただいて思ったところなんですけども、実はですね、はい、昔私タムキュー持ってまして、はいはい、E272 っていう方だったんですけども、やっぱりそれも買うきっかけがタムロンのボケミの美しさと発色の良さ、こってりとした本当コントラストの高い絵を写してくれるっていうのに惹かれて当時買いました。で多分タムキューに憧れてる人とか興味がある方ってそこが大きなポイントかなって思うんですね。そしてそれを踏まえて今回写真見させていただいたんですけども、本当にそれを踏襲したミラーレスのレンズになってるなっていうような印象ですね。もちろんですね、今回比べたニコンの105マイクロもうとてもいいレンズなんですけども、もうこれは好みの世界かなって。そうですね、うん、思います。これはあくまで私の感想なんですけども、まあ、リアリティをより求める105か、もしくはもっと何でしょうね、その濃さって言ったらいいんでしょうかね、ボケの濃さって言いますか、その質感あと色味ですねっていうののタムロン独特の魅力っていうのがやっぱりこの 90mm は持っているなっていうような印象です。はい、私としては実際に 105mm と比較させていただいたんですけど、はい、まあ、あくまで好みっていう話が先ほど出たんですけど、うん、
もうこちらのちょっと幻想的な映りをする90ミリの方にちょっと分がいくかな、うん、というところですね、うん、魅力的ですよね、はい、本当に使ってみて楽しかったです、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介しましたこちらですね、タムキュー、タムロン 90mmF2.8DI3 マクロですね、はい、こちらの詳細に関しましては概要欄の方に詳細を記載しておりますのでぜひチェックしてみてください、はい、マップカメラ YouTube チャンネルでは今回のはこういった新製品のご紹介であったり、はい、あとは季節の撮り方ですね、そういった楽しいコンテンツ配信しておりますのでぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いいたします。また今回こちらのレンズのレビューを見ていただいて、いやこのレンズ非常に良かったな、いやもっとこういうところを見てみたいなっていうことがありましたら、グッドボタン、コメントで教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。また LINE の公式アカウントでは皆様からのお友達登録お待ちしております。そこでですね、 ID 連携もされますとよりお得なマップカメラの情報を受け取れますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。マップカメラが運営しております、フォトシェアリングサイト everybodyphotographer.com では皆様からの写真のご投稿をお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、うん、ちょっと1個やりたいことがあったんですけど、はい、やってみていいですか。はい、何でしょう。どこまで寄れるかな。怖っ。怖い。ここです。わー、これフードついてたら当たってますね。刺さってます。